文化庁文化観光担当参事官の富田でございますご視聴されている皆様におかれましては本報告会にご参加いただき誠にありがとうございますまた日頃より文化観光行政にご理解ご協力を賜り厚く御礼申し上げます本報告会の開催にあたりまして一言ご挨拶申し上げます 令和2年5月に、いわゆる文化観光推進法が施行されました。文化庁においても、我々のいる部署が文化観光の専門部署として設置され、その推進に取り組んでいるところです。文化観光推進法では、文化についての理解を深めることを目的とする観光、これを文化観光と定義し、文化の振興を起点に、 観光振興・地域活性化へ好循環の創出を目指していますこうした中文化施設や文化資源の高付加価値化を図り旅行者の長期滞在消費拡大へとつなげていく文化観光コンテンツのモデルを創出するため今年度この観光再開拡大に向けた 文化観光コンテンテツの充実実事業を実施しましまた本事業では上質な観光サービスに対してそれ相応の対価を支払う高付加価値旅行者と呼ばれる方へ訴求する文化観光コンテンツの造成を支援し高付加価値化実現のためのモデル形成に取り組んできました。 本日はこうした取り組みの中で得られた成果についてご報告いただきます。今年度本事業では22件の事業を採択し全国各地で取り組みを展開しました。各事業においては専門家によるコーチのもと文化観光コンテンツの企画プロモーション販売まで 実践的な取り組みを進めていただきました本日の報告会では実際に事業に取り組んでいただいた事業者や専門家の方々を交え各事業における成果見えてきた課題などを紹介できる良い機会になると考えておりますぜひ美術館博物館文化財の保有者をはじめとする 文化資源の関係者の皆様 DMO などなどの観光関係者の皆様さらには各自治体の皆様が事業の立ち上げや拡大を検討されるにあたって参考となれば幸いです結びとなりますが先般水際対策の緩和もあり本格的な観光需要の回復が見込まれようとしています こうした好機を捉え皆様が本報告会で得た知見を持ち帰り地域の方々と連携して事業に取り組んでいただくことで全国各地で文化観光の推進が図られていくことを期待し私からの挨拶とさせていただきます。